皆さんこんばんは、今週もやってまいりました、紀伊国屋書店久留米店プレゼンツ深夜の週刊ランキング。私、紀伊国屋書店久留米店店長の花田です。今週もよろしくお願いいたします。今週もですね、閉店後の紀伊国屋書店久留米店の店内から、週刊のランキングですとかおすすめの商品情報、お送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。すいません、ちょっとね、閉店後ということで今日はちょっと工事の音がちょっと入っちゃってるんですけど、よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ、ちょっとすいません、前回からちょっと更新ちょっと間が空いちゃったんですけれども、皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか。もうなんかあっという間に、気温がですね上がってきてて、なんかもう本当窓開けてるだけじゃちょっと暑くて寝れないなみたいな日々が、久留米の方は続いてるんですけれども、そうですね、今週あったことでちょっとなんか覚えてることで言うと、休みの日にですね、娘と公園に行ってブランコ乗りたいというから、こう一緒にブランコを乗ってたんですけど、やっぱりこう公園のブランコって、まあ、当たり前ですけど子供向けなんで、それなりにこうちょっと作りが子供向けって感じがしたりとかするんで、まあ普段はこうそんなに乗ったりしないんですけど、たまたまその公園のですね、ブランコめちゃくちゃ作りしっかりしてて、もう私でも割とこういけんじゃないみたいな気になっちゃって、ちょっと調子に乗ってですね、じゃあちょっとパパの見てみみたいな感じで、漕いで、結構ブランコ漕いでですね、降りようとした瞬間にバランス崩しちゃって、本当になんかコントみたいな感じでそのまま地べたにこうズル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 ってこう引きずられてしまったっていうことがあってですね、いやなんかこれちょっと動画回してたら結構バズったんじゃないかなとか、ね、その腰痛めながらちょっと思った時に、あちょっと自分もかなり動画のこといつも考えてるなっていうふうなことを思ったっていうことがありました。結構ねここの小指負傷しました。鎖で思い切り握ってたんで、すごくその後娘がブランコの怖がっちゃったっていう、ね、なんか本当そういうしょうもない話なんですけど、はい、そういうことが、ありました。はい、ということで、今週も早速ランキングの方行ってみましょう。はい、ということで、紀伊国屋書店久留米店、今週のベストセラーランキングこちらになっております。はい、売れてますね、60歳過ぎたらやめて幸せになる100のこと、それから、宮部みゆきさんの、新刊、早速ランキングしてきました。それから、水野さんの新刊、夢を叶えるのゼロですね。夢がない人に向けてその夢の見つけ方っていうアプローチの本になってます。それから、スパイファミリーのコミックの方も人気なんですけども、こちらは小説版ランキングしてます。それから、強いですね、N46 モードボリューム2、乃木坂、46さんの公式本が、今週もランキングしてます。はい、続いて、今週のおすすめトピックス、売れてるチークトイ紹介しますということで、こちらですね、紀伊国屋書店とくもんさんが、作ってる、チークトイの、コーナーにやってきました。今一番売れてるのは、あ、品切れになってますね、すいません、日本パズル、はい、こちら遊べるスペースもあってですね、やはりこちらでこう遊んで、日本地図を覚えていくっていうところで非常に親御さんにも人気の商品となってます。それかあとは将棋ですね、藤井聡太さんが、子供の時にやってたという将棋ですとか、あとはロジカルルートパズル、はい、あと結構人気なのがですね、このジグソーパズルですね、こういった乗り物から結構レベル高いのは本当に大人もやっててハマっちゃうぐらいのクオリティのジグソーパズル、やっぱりお子さんのすごくこう
集中力をつけることができるということで非常に人気だったりします。あとはですね、あの定番のくもんさんのカードなんかもたくさん取り揃えておりまして、こちらの方が非常に、今よく売れてます。あとはですね、隣に江戸インターさんのちょっともうちょっとちっちゃい子向けの、木でできた、チーク玩具なんかも非常に、人気だったりしてます。はい、ぜひですね、久留米店お立ち寄り際はこちらのコーナー、お越しくださいませ。おすすめのもう一点はこちらですね、アニメージとジブリ展を記念した、ジブリ関連の、書籍を集めた、コーナーになってます。はい、この風の谷のナウシカですね、ボックス、まあ、通称トルメキアボックスと呼んでるんですけど、こちらも一セット、このコーナーから売れてやはり人気がすごいなというふうに感じます。はい、久留米店お立ち寄りの際はぜひこちらの方にも、お越しください。レジの前のコーナーで展開してます。はい、ということで、今週もお送りしてきました紀ノ国屋書店久留米店深夜の週刊ランキング、いかがでしたでしょうか。はい、ということでね、いやなんか今日本当にすいません、あの別に本当に深夜やってるわけじゃないんですけど、閉店後にやってる関係で今日工事の音がですね、あのうるさくて、もしちょっと聞きづらかったら大変申し訳ないんですけど、あのまあ、あの閉店後にね、やってる証拠というところで多めに見ていただけたらと思います。ということでですね、はい、こうやってね、いろいろお店のことを紹介させてあのもらってるとですね、割とこう、まあ、自分でも自分のお店のことなんですけど、こうあの気づかなかったなんかこう担当がこう力入れてるポップだとか、なんかこうコーナーだとかっていうのがこう目に留まってですね、まあ、そういうのもなんか非常に面白いなと思いながら、いろんな動画を撮らせてもらってます。まあ、ちょっと動画開いちゃった理由の一つでですね、まあ、あの出張で、若干ちょっと不在にしてた、時期がありまして、ただちょっとその宮崎と鹿児島のお店にお伺いする機会があったので、実はちょっとその道中もですね、まあ、珍道中じゃないですけど、あのちょっとあのビデオ回してですね、1本か2本ちょっと動画になればいいなと思って、ちょっと素材も撮ってきてますので、今後またそういった動画もあの皆さんに、見せていけたらいいかなと思ってます。はい、ということで、本当にね、最後の最後まですいません、ちょっとあのどこの工事現場からお前は配信してるんだみたいな感じのちょっと動画に今日はなってしまったんですけれども、これからもですね、こういった動画のランキングですとか、おすすめコーラ、紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、今週のお話は、久留米店のあなたでした。それでは、また来週。